写真拡大、旅に出ましょうと GoTo トラベルキャンペーンが始まった4連休が終わった。その一方で新型コロナウイルス陽性患者が急増してます。できれば外出を控えてと叫んだ知事もいた。4連休どっちやねん。世間が迷った4日間、あなたはどう過ごされました？締めくくりの日曜日、勝利を信じてお茶の間でタイガース戦をご覧になった方と、名古屋ドームに駆けつけた4966人のうち4割くらいの方、残り多分は中日ファンは、夢のひとときを満喫されたのでは。同じプロスポーツでも、サッカー J リーグはコロナ感染者が出て中止になった試合もあった。決して対岸の火事ではない。いつプロ野球界にも火の粉が降りかかるかもわからない状況なのだから、大ヒーローの梅ちゃんの原稿は一面でサブキャップ安藤治がノリノリで書いてます。昨日は3人しか出勤していないトラバン。少ない記者に容量オーバー気味に原稿を要求するのが我がサンスポ。二面のボアも安藤です。ほんとよく働く。社内でデスク阿部雄介が手伝うわと登場。まあ当然でしょう。サンスポは一丸ですから、スタメン復帰4安打の近本の原稿は3面で折原翔平が一生懸命書いてます。4面の藤川球児の復活一生はベテラン三木健二の涙なしには読めない力作です。昨日の幸せの瞬間を思い出してくださいな。ただ冷静な目も忘れてはいけない。最近の阪神は相手の先発が交代して2番手以降のちょっぴり力が落ちる投手に猛然と襲いかかる傾向が強い。いやいや、これも大事なんですよ。悪いとは言ってない。ただ好投の先発を打ち砕くプロフェッショナルな打者を見ているのは楽しい。昨日で言えばボア、6回のポール直撃のアーチはさすがだが、2回の打席も見ていてワクワクした。来日初の四球、平然と一塁へ歩いたが乱闘にならなかったですね。いろいろ楽しませてくれる助っ人なので。妄想の安藤記者が笑っていた。付け加えて、乱闘はこのご時世密になるからメジャーでは禁止って項目がありましたよね。日本はどうなのかな。調べてみた。どうやら改めて乱闘禁止のお触れは出ていないらしい。ということはもしボアが興奮して暴れていたら両軍60人以上が入り乱れる究極の密がグラウンド上に発生していたかも。陽気で憎めない風貌のボアを見ていると想像を膨らませるだけでも楽しくなる。大先輩記者で現在は中日球団の職員になられた方がいる。ボアの話題になった。見ていて飽きないような。飛ばすし
素手で打つのも興味深い。ヘルメットの松ヤニで汚しているのも、バースにそっくり。まさにバース2世。マルテやサンズは、普通の助っ人。でも、ボアは違う。実は中日の選手も、興味を持って見てるよ。そんな話を聞かせてもらった。日本風に言えば、銭を取れる選手ってことか。コロナで世知辛い世の中だけど、この助っ人を毎日見ていられることは、案外、幸せなことらしい。